大阪天満の繁華街を歩く稲田裕介さん見上げるビルの一室が最愛の妹の最後の場所となったやっぱりその思い出す思い出すとねこの悲しくはなっちゃうんですけど <laughs> ただまあ逆を言ったら一生懸命頑張ってたところやし。うん だこんなことでそのネガティブな目で逆に見てほしくないといとうか現場は人通りの多い JR 天満駅のすぐ近くの雑居ビルで今も規制線が張られています去年6月14日、大阪市北区のカラオケパブ、ごまちゃんで店主の今田真由子さんが床に倒れた状態で死亡しているのが見つかった。 警察は首や胸などに複数の刺し傷があったことなどから殺人事件と断定して捜査遺体発見から4日後店の常連客だった宮本浩被告が殺人の疑いで逮捕された事件後祐介さんは妹の真由子さんのことを少しでも知りたいと思い 妹が暮らししていたた部屋に引っ越した店にあった備品を預かり当時の客から話を聞いたりしながら思い出をたどる日々を送っているこのテーブルもそれからもこの椅子も、まあ、このメニューとかも本当にその駒ちゃんからこう引き上げてきた時のまんまの状態で家に今置いとるている っていう感じなんですねだからこの乾きもももう1年半ぐらい前のやつなんで間違っても食べいようにしてほしいなとは思うんですけど一生捨ててれんかなって思いますね思い出一個一個をかき集めてそういう思い出がねやっぱここの場所にあるんで私は逆にここにいたいなと思って。 事件から1年3ヶ月後、大阪地裁で始まった宮本被告の裁判員裁判。初公判での宮本被告の発言は衝撃的だった。裁判員の方にお願いします。被害者遺族の意図を汲むなら、ぜひとも死刑を下していただきたい。 一方で真由子さんを殺害したのかどうかについては一切語らなかった検察側は宮本被告が真由子さんを殺害したとする動機について次のように明らかにした。たた一方的にに好意を抱いたが、満たされずに殺害したそれを示す重要な手がかりが 真由子さんのスマホに残されていたこれは事件の三ヶ月前に行われた真由子さんと宮本被告のやりとりいっぱいかかってきて怖いですが何が聞きたいんですか電話出てこんな電話が続いてよくわからないのですが 疲れているので、電話はごめんなさい。出ないのが悪いでしょ。う。出るまでかけるよ。やりとりから、まゆこさんが必要につきまとわれていたことがうかがえる。そして、犯行当日。今日は中華丼を食べました。 昼を乗り切って素敵なにに会いに行くね店を訪れた宮本被告は午後9時ごろ眞優子さんらと写真を撮った後店を後にした宮本被告はその後ビルの中に潜みおよそ30分後再び店を訪れて犯行に及んだと見られている後悔ですよね 気づけてあげられへんかったっていうこと自分もそうやし親もやっぱり責任もやっぱ感じてますし客さんもそれぞれ責任感じてるんですよねあの時あと一時間追ってあげたらよかったなんとかできたんじゃないかなと必要なストーカー被害の末に殺害されたとみられる真由子さん今ストーカー被害に悩まされている人は 少なくない東京にある探偵事務所セーブミー探偵らが主に SNS を使ってストーカー被害者の相談を無料で受け付けている相談者の許可を得て今まさに相談を受けている事案を見せてもらうと。 頻度は毎日、無視すると追って連絡が来ます。お客様がエスカレートして、出待ち行為や家の近くに貼る行為を行ってきています。マッチングアプリなどの普及で、相談件数はコロナ禍前の5倍以上に増えているという。実はスタッフのリミコさんも、かつて、 元交際相手からストーカー被害に遭った最寄り駅や自宅付近に教えていないのに引っ越した後にだんだん姿が現れるようになってきたので私もこれは状況として大丈夫なのかなとかちょっっと恐怖感があったのでストーカー殺人といっても過言ではない大阪の事件。リミコさんは 人ごとには思えないと話すガールズバーであったりとかお客様との距離が近いほど相手から寄せられる行為というのが大きくなっていってしまう身の危険は感じていながらも少し先延ばしにしてまだ大丈夫かなっていう余裕がこの一番最悪な結果につながってしまったのではないかなと。 これまでの裁判で事件について何一つ話さない宮本被告祐介さんは事件後ほぼ毎日のように墓参りし真由子さんに裁判の報告をしているあともうちょっとで裁判終わるし何としてでもこのこんな感じで亡くなった後もないがしろにされるのはもうかわいそうやから。このまんまではあの には絶対せえへんからなっていうことをいつも伝えてますね 2> 第二第三の真由子さんを生み出さないようにする手がかりは見つからないまま明日判決の日を迎える